こんにちは、元林です。以前に、MHHH トリプル H と、リールもロッドもルアーも交えて大まかにクラス分けを一度説明したんですけども、今回はリールにスポットを当てて使い分けの違いみたいなことをよく聞かれるんで、それを説明したいと思います。まず、サイズ、どういうサイズを選んだらいいかということですけども、サイズはまず基本的に自分の使いたいラインが、300メートル巻けるだいたい、スプールがついてるリールということですね。基準です。簡単に今ずっとざっと言うてしまうと PE1号 1.5号ならだいたい4000番前後、 PE2 号3号なら5000番6000番クラスで、 PE4 号5号は8000番から1万番あたり、 PE6 号以上なってきたら、だいたい1万4000番あたりで、 PE8 号以上になったらだいたい2万番から島野さんの場合は3万番というやつまであります。だいたいそういうふうに、ラインのキャパで選んでもらったらいいと思います。次に最大ドラグ値とかアベレージのドラグ設定値というのがありますけども、実際実調の中ではね、25キロの、ドラグを使うようなことはまあないです。それまで壊れないということやと思う程度で、最大ドラグ値とかアベレージドラグ値というのは僕はほとんど気にしません。ドラグ値よりも僕が一番気にするところ、実際ルアーを操作するにもファイトするにも大きく関わってくるのが、ギア比です。だいたい簡単に言うと、1回ハンドルを回すと 4.6 回スプールが回る PG、それと1回ハンドルを回すと5回6回ぐらい回す、これが HG ですけど HG、 そしてまだ上の1回ハンドルを回すとこのスプールが6回以上回る XG というのがあります。これがルアー操作とかファイトの時に大きく関わってくるよね。これの方が考えていったらええと思うんですけども、ジグを扱う時にはね、ジグは一度力が入ってその後の、フケ、糸フケがいかに出るかというところでジグは動くんやけどもね、その時にハイギアとか XG やとね、かなりハードに動かしているのに実際は地味な動きになってしまったりするんで、ジグメインの場合はね、絶対ローギアの方がいいです。ローギアの方が明らかにジグの場合は、実際の経験からでも魚がよく釣れます、ね。で、逆にダイビングペンシルやね、ダイビングペンシルなんかはダイブした時にかなりグロッ早く引けた方がメリハリがつくんで、実際 XG で多く負けた方がだいたいアクションはつけやすいしメリハリもつけやすいということですね。でね、いちいちそのギア比でリール変え取られへんから僕は、この HG だいたいがギア比が1回回して56から1対58ぐらいの HG を、メインに使います。それであとは、人間の力で、僕なんかは、XG のような速く巻いてみたり、ジグする時には1回転ずつこうジャカジャカでも1回転ずつ巻かずにちょっと余らした状態で巻いたりしてフケを作るとかいう調整を人間の方でできるので、この HG をメインに使うことが多いです。ただ、この小さいクラスですね、5000番6000番となってきた時にはこのスプールが小さいんでローギア PG と同じぐらいしか負けません。ここでダイビングペンシルとかそういういろんなものの動きを8000番と同じハンドルの感じで使えるように、これはだいたい5000番6000番とか小さいリールは僕は XG をおすすめします。でこれで XG 持ってたらね、このハンドルの感じとこれでだいたいこれの XG は1メートル巻きます。で8000番の HG はだいたい1メートルちょっと、ほとんどこれの HG とこの小さい番手の XG は同じだけ糸を巻くんで、ほとんどこれが
リール操作というかな、ハンドルを巻く感じが同じ感じで、ルアーを動かすことができたり、魚とのファイトも同じような感じでできるので、この小さい番手に関しては XG で、そこ以上に関しては HG で僕はおすすめします。そんなところを中心にリールを、選んでいっていただいたらいいと思います。磯へとにかく行って、釣りをしようと思うなら、僕はおすすめしたいのは、だいたいやっぱり4号あたりの P ラインを平均に使ってほしいんで、それからだいたいやっぱりこの8000あたりの HG かな。で、銘柄はハイエンドクラス、いろんなハイエンドクラスじゃなくても最近は結構使えるリールというのが大和さんも島野さんからも出てるんで、初めからいきなりハイエンドクラスを使う必要はないです。それよりひょっとしたらリールの違い、番手の違いとかを持ってもうとう方が、あとは実用的やから、はい、今の流行りはとにかくハイエンドクラスで XG みたいなのが変な流行りやけども、XG を選んでるコーラが魚かかった時に苦労してるのをよく見ます。だから大体が、HG で買うなら、8000番クラスの HG を買うてもうとったら、 H 場合によったら HH のロッドにも合わすことができます。まあ大体そんなとこやね。